さて今から私この車に乗せていただきます。オーナーさんを道場走行させていただきたいと思います。これ車何変わってますか？いっぱい変わってて、もともとマネンさんから乗った車なんで、はい、あ、これマネン号ですか？はい、そうですよ。何か問題点は？問題点は、リアのストロークがちょっと足りないかなって。あ、リアのストロークが足りないっていう、はい、まあその辺ちょっと味見させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、結構シートがえらい立ってますね。そうですね、自分立てちゃうんで。立てちゃうんですか？はい。立てるとですね、はい、ここのですね、あ、こっちつけといてもらっていいですか？はい。シートを立てすぎるとここの間に間空きません？ここ、はい、ここあんま開かないんで。ああ、そうですか。はい。逆につっかえちゃうんですよ。ほう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 。じゃあ立てた方がいいかもしれないですね。うん、ちょっと僕はシートポジションに違和感を感じますけど。はい。でもね、体のサイズとか関係ない。写真もらっていいですか？はい。レブが7800に上がってて、7800まで回したら壊れるぞって言われてるぐらいですね。切ってないですね。これで切れましたよね。はい、切れてると思います。そうですか。圧力でスープラー降りましょう。はいはい、ちょっと待って、小回りした方がいいかもしれない。音もいいですね。パワークラフトがフルに入ってるので。かもしれないですね。ちょっとシビックですね。シビックっすね。ライトウェイトスポーツ。いやー、EG は飛ぶでしょう。ね、僕車の世代です。僕もそうです。47なんで。あんま変わんないですね。変わんないですね。ガッチガチですよ、この車。でもよく曲がる。売ってもらう時に実はちょっと車庫調が古いタイプに変わったんで、バージョンダウンはしてるんですけど、これアクセルを出して、はい、ブレーキもアクセルも振ってないパーシャルな状態で、はい、ぐーっと曲がっていくので、はいはいはい、思います。これはさすがマンネさんだね。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ちゃくちゃ勉強になりました。エンジンもものすごくブレーキもアクセルも離さないところで、はい、ポンとこう曲がるところがあるんで、はいはい、そこでちゃんとノーズを出口に向きを向けてやってからアクセルを踏む、はいはいはい、ちょっとその手前でアクセルを開けたくなると思うんですけど、はいはい、そこはちょっと我慢しながらちょっと待って、そうすると車の盾を使えるようになるんで。あ、わかりました、はい、よくできた車です。これものすごく運転、その街とか踏むところとか分かりやすいんで、はい、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして GR イヤリスですけれども、ちょっとなんかすごそうですよ。キャンバーがえらいついてますな。さらにオーナーさん、これ何変わってるんですか？はい、何変わってるんですか？これですか？はい、車庫調とあと、タイヤ、ブレーキ、ブレーキローター、はい、エアクリーナーのライトチューンですね。ライトチューン、はい、エンジンとタービン自体はノーマルです。ちょっとそういうふうには見えないですけど、ちょっとさせてもらいます。よろしくお願いします。これ何変わってんすか、これ。なんやこれ、あれシフトないですか、あれ。これクイックシフトです。シーケンシャル。いや、パターンは普通の H パターンです。ああ、よろしくお願いします。お父さんお願いします。なんかちょっと怖いです、運転するの。これ。うわ。ほぼ3足4足なんで、前後ろだけで済むような感じですね。1足ここですか？はい、1足そこです。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、結構いいおもちゃですよ。こんな速いんですか？86と全然違うんじゃないですか。ここ3でいいですよね。はい、ここで3でいいです。またね、ここで4です。4のまた3です。で、また3ですね。こんなおもちゃあかんでしょ。これ普通にクリップしますやん。さすがプロドライバー、余裕で乗り回してますね。すごいなぁ。これ攻めたらもっとブレーキ効きますよね。そうですね。2、3周走ったら温まると思うんで。もう流れるし。タイヤなんですか？050の M コンの中古です。それは何ですか、その050って。セミスリックタイヤですね、アドバンの。こんなとこ持ってしまいます。ちょっとね。GR ヤリス発見。これ傷つきませんね。回したかったら後でピットにあるんで。ありがとうございます。これご自身でセットされてるんですか、いろんなもの。これクルーズさんって西区の、うん、あのチューニングショップで、あ、そうですか、はい、そうですか。僕のわがままを聞いて、うん、ああしてほしい、こうしてほしいで全部セットアップしてもらって。いや、ようできてます。ありがとうございました。でもあれですね、早すぎますね。そうですね、もうワクワクしますよね。いやでもさすがすごいですね。乗って一瞬で車の挙動を掴んで、ものすごいですね。でもまだ余裕は持ってやってますので、安心してください。探りは探りだけど、はい、車は痛みつけてませんので。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。どうですか、この車を乗っていただいて感想は。こんなね、おもちゃをね、ちょっと言うたら失礼ですけど、素人に与えたらあかんと。素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。この車、はい、何変わってますか？変わってる部分はまずシートがレカロの RMS になってるのと、うん、はい、もうこのシート僕開発作ったんですよ。はい、長距離でもすごい乗りやすいですし、はい、ちょっとなんかシート、はい、シートってどこで作られました？シート丸まんモーターズで、はい、やっぱりその角度考えて作られてますね。そうですね。もう本当出た時に当時ちょっとフルバケとか欲しいなと思ってたんですけれども、うん、ちょうどこれが出るタイミングで。だったんで、まあそこまでさっきと走るわけではなかったんですけど、はい、じゃあせっかくなら行っちゃいますかってことで、はい、86後期ですか、これ。86の後期、本当の最終型 H 型ってやつですにトムスのエアロをつけて、トムスのエアロをつけて、でちょっとダウンサスかなんかですか、10ミリぐらいの中発のダウンサスをつけてます。あとはフロントのあれなんでしたっけ？コックスのボディダンパーですね。ヤマハボディダンパー。なんかちょっと今ハンドル切ってこうした時にちょっと普通と違うような感じするのはそれですね。ああ、それが本当変えてなくて、ちょっとクラッチのなんか雨足の部分を少しなんでしょう、余白部分、遊び部分をなくすようなやつ、ストッパーのあれを使えるのをつけたりをしました。それはなんで？遊び部分がちょっと大きすぎるなと思ってたので、それは奥でつなぎたいってことですか？奥、いや、奥の切ってからの奥がまだもうちょっとあるんですよね、うん、それが少し手前になるというか、あ、奥までいかなくなったってことですね、はい、あ、だからストロークが短くなるってことですね。ストローク短くなる感じです。そう言われてみれば、はい。あとね、ちょっとサーキット走行されるときに、はい、こういうのとか、あ、こういうのとかはちょっと下ろしておいてください。今日はね、落ちて、ペダルとかに挟まると危ないですね。良くないので、あ、もうご自身の時だけでいいです。大丈夫です。はい。はい、お願いします。お願いします。まあ、これはもう僕の走り慣れた86ですよ。本当ノーマルな感じだと思います。ブレーキノーマルですか？ノーマルです。フルードだけちょっと。タイヤは？タイヤはフェデラルの59号、フェデラルです。台湾のタイヤですね。台湾タイヤ。はい。アジアタイヤってやつですね。アジアンタイヤですね。そんなにグリップがいいわけではないと思います。そうですね。そうですね。はい、今僕ピンつけなかった。結構滑ります。滑るのと、はい。ちょっとタイヤのショルダーが。ああ、やっぱり弱いんですかね。だからハンドルを切り方、はい、でキーの預け方がちょっと繊細かもしれませんね。まあでもそれをコントロールを勉強できるにはいいかも。タイヤが倒れる手前で乗る。はい。なり始めるぐらいとか、そんなこと。そうだね。なり始めたちょっと先かな。はい。楽しい楽しい。あ、ちょっと滑っちゃってる感じなんですかね、こういうのも。さあ、ホームストレート。誰も来ません。は全然うまくできないんですけど。何をですか？ヒール&トゥー。ああ、ヒール&トゥーはある程度のねブレーキの、はい、踏む圧があれば、うん、これをブレーキを緩く踏みながらヒール&トゥーをしようとすると、はい、緩く踏んでる、いわゆるここに軸がない中で、うん、こっちを動かさないといけないんで、はい、ある程度ブレーキをしっかり踏んでやってからやる。はい、うん、チョンブレで、僕らもチョンブレでやるのは難しい。あ、なるほど。でもしっかりブレーキを踏むことによって、ここに軸を置いて、踏んでやる。だからフルブレーキするところで練習する。なるほど。いいかもしれません。はい、次やってみましょうか。はい、なかなかうまくできなくて、ブレーキきつくしてでつなぐと、これがブレーキに力が入ってないとなかなかこう途中こっちやるのは難しいんですけど、ちゃんと踏んでればやりやすいんで、うん、はい、まずはフルブレーキ、はい、きちっと踏んでからかかとが動かすっていうのを意識してもらえばと。まず踏むのが先ですね。はい。でもちょっとそれテーマにあったらどうですか？ああ、そうですね。なんかそこがなかなかうまくいかなくて、まあ普段の一般行動でも別にできますからね、はい、安全に。少しずつまあやってみたりはしてるんですけど。信号でブレーキして、うん、こんな感じで、はい、でもこのある程度のグリップの範囲内で走るっていう意味では、はい、まあもちろんこの限界領域はこのタイヤちょっとグリップしませんけど、はい、ある程度のグリップの中で走る分にはサイドのたわみがある分練習にはなるかもしれません。ああ、なるほど。やっぱりどんな構成のタイヤでもタイヤのたわみっていうのを使ってグリップを利用するので、はい、まあその辺のね荷重移動勉強してもらえたらと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。